はい、今ですねマケドニアのねスコピエにいます。でスコピエの、オスマン王朝時代に建てられたね石橋があるんですけど、あちらの石橋を見ます。これがオスマン王朝時代に建てられた石橋、結構立派な感じです。橋脚っていうかね、橋の足がね昔ながらの建て方なんですけど、最近の建て方としてはね、橋に関しては橋脚がない橋です。で向こう側行くと、バザールがあってね、結構迷路見たくなってて、イスラム教の寺院とかあったりするんですけどね、向こう側ね、なかなかね、ここら辺素晴らしいですよ。で今マケドニア広場の近くにいるんですけど、マケドニア広場のあたりがこっちの方ね、今なんか工事してて、そこのところが2年前来た時に比べたらね、すごく狭くなっちゃったんですけどね、銅像がすごく増えた感じします。いろんな銅像がね、行きますよ、マケドニア広場。さっきから入ったら曇ってきたんですよ。しかしこの橋立派ですよ、なかなかね、遠くからですと結構写真綺麗にするんですよね。あっちにも建物が結構あります。新しいです、古くはないです、ね、地震がね1962年に起こってね、63年に起こって、そこから結構、建物がね、壊れてしまって、そこから修復した建物とか新しく建てた建物が多いんですけどね。